あとあれもあれやめてほしいんですよね。人のツイッターとかもちょっと見る機会が多かったんですけども、あれ珍しいね、やっぱ見るんだ。見ますね。そのキオス会議で検索したりとか、三谷幸喜で検索してみたりとか、やっぱどんな感想を持ってるかなとか気になるじゃないですか、こういう時って。とにかく僕をどこどこで見たみたいなのも書かないでほしいんですけど、しかも特定の場所を書かれると、みたいさんってなんかついてってもさ、そんな怒らなそうな感じがするんだよね。怒りますよ、もどうやってどうやってどうやってやってみ。う。僕ね、昔からそうなんですけど、怒りベタなんで、そうだね。怒るとね、腹が立つとね、どんどん内向冷静的だよね。清水ミチコさん、今のは何？みたいな、こう、冷静な感じ今のは何って怒り方全然怖くね。 怖いですよ。どれどれ。もう一回やってごらん、清水さん。ベロ見せてごらん、もっと。ベロ見せてごらん。全然ダメ。ていうか腹が立たないですから、まず。じゃ今はだって練習してるからね。あと、とにかくでも、まあ、街角で見られると、人に。で、それをツイートされるのが嫌。いや、なんですよね。すげえ平凡な意見。ていうかさ、何のために、どういう、こう、気持ちなんですかだって、ね。ミレイさんだってさ、パッと、テレビ映ってる人が見つけたとき、ちょっと嬉しいじゃないですか。お、身のもんたが目の前で。それは書きますよ。ツイートしますよ。でじゃあ同も、じじゃないですか。身のもんたもうおが、前の話はつまらん。じゃあ僕の目の前にいるぐらいなら書くけども、同じ。身のもんたが、都営新宿線に乗っ身のて、マンタって言ったでしょ、もう。